どうも、ピアジチャンネルのちゃんです。マネです。ロコです。今、カホが仕事に行きました。よっ。何の話だよ。よっ。ちょっとあること思いついて、無数の手紙いっぱい隠してみた。普通の手紙でも面白くないから、Apple Music の第1位の曲、夜遊びの夜にかける。それの、歌詞を節目節目をたくさんここにバーって一個ずつに書いてって単語とか、ね、めちゃめちゃいろんなとこに勝手に撒き散らすっていうで、この曲は何でしょう？そうっていうクイズをカホに出していと思います。はい、書いていきます。イエイ、はい、沈むように溶けていくように二人絶対わかんないと思う。書き終わりました。何個あるのか分かる。ダミーも用意しました。隠していきます。イエーイ。下の靴下に2個ぐらい入れようかな。いいね、私の靴下。あ、下に感じでいいかな。いいね。ここに1個。オッケー。いいね、いいね。なんだ。前回カホン家に置いてたわけですよ。集めてくれてました。ふざけんなよ。誰も何も教えてくれないし、ラインも既読無視されるし、みゆきさんしか返してくれないし、何も知らない。みゆきさんしか何も、みゆきさん何も知らないし、知ってる人は何も教えてくれないから、既読無視ですよ。さて、さて、この紙は何だったでしょうか。知らねえ。なんかちょっとポエムっぽかったのよ。すごく。なんか歌なんでしょうね。とはいえさ、私はとはいえ香水とか、そう、ドルチェ&ガッパーナが出てきたから最近流行ってる香水って曲なんじゃないかなっていう話をしたんだけど、私香水って曲知らんしも。ただこれはね、ダミーなんですよ。香水じゃないんすよ。知らんし。なんかあとね、チクタクめっちゃしてた。なんか時計がチクタクチクタクみたいな、すげえチクタクしてて、ほらまたチクタク。そう、ほらまたチクタクですよ。大きなのこの古時計ですよね。いつチクタクしたんだよ、ほらまたって言いますけど、突然ね。おじいさんの時計ですかね。本当に何だったのこれ。正解は夜にかけるです。夜遊び、夜遊び、あー、はい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 、でした。第2弾もお楽しみに。やめろ。バイバイ。ちょっとやんな。